100日チャレンジ。イエーイ、100日チャレンジ。はい、今始まりましたけれども、はい、今回からこちらのメンバーの方に、はい、体験していただくわけですけれども、そうですね、参加者、はい、集まりました。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ改めてちょっと100日チャレンジのちょっと説明、さえこさんお願いします。はい、100日かけて、はい、まずボディメイクですね。まあラインを整えたり、人によっては何キロか痩せていただいたりとか、うん、健康的な体作りを、そうですね、はい、始めて、あとは髪型を整えたりとか、髪型、はい、あとは歯のホワイトニング、ホワイトニング、あとアイブロウ、今ハイブロウですね、ウェイブを整えたり、あとは皆様一人一人のイメージに合わせた香水作りを、はい、香水作りをしたり、あとはですね、靴磨きの知識、これ男性だけじゃなくて女性も知っておいた方がいい知識なので、ちょっと入門編っていう感じで先生をお呼びして自分でやっていきます。そしてかっこよくね、体を整えた後にはバシッとスーツをね、先に着こなしていただきたいので、そうです、今日ね、スーツの方も何名か、はい、そうなんですよ。ちょっとあのまた評価というか、はい、ビシビシいきましょう、はい、この男性陣、ね、女性陣、ね、はい、なので私のイメージとか、はい、なりたいイメージとか合わせて、まあ、スーツを使っていくという感じのこの100日間のプログラムですね。わかりました。では早速ですね、西郷さん、あの自己紹介と紹介をちょっとしてってください。はい、まずお隣の、はい、お名前は黒岩です。黒岩さん、はい、お仕事は建築屋をやってます。なるほど、はい、今身長体重ってどんな感じなんですか。今身長が177で、はい、体重が97キロ。出た、横綱級完全ヘビー級ですね。見えないですけどね。確かに見えない。3ヶ月後、うん、どうなってたいですか。目標何キロ痩せます。目標3ヶ月だと15キロ。おー、マジ、え、本当ですか。嘘、すごい、ずるずる、真剣に答えてください。じゃあ10キロ。言いましたね。これ本当に動画アップするんで、うん、ダサいことになりますよ。できなかったら切っててください。切りません。できなかった人になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。はい、ということでお名前は。はい、加藤ニーナと申します。加藤ニーナさん、はい、日本人なんですよね。あ、日本人です。お仕事何やってらっしゃるんですか。お仕事は、はい、ブティックの店員をしていて、アパレルの販売やってます。あ、そうなんですか、はい、どうなりたいですか。3ヶ月後、ポートレートモデルやってるので、なんか引き締めて体を見せれるような子になりたいですね。へー。今身長体重どんな感じなんですか。今は162センチで、はい、体重は、まあ、55キロ以上ということで、着々とサイズアップをしております。あの先生曰く普通の体重ではあるんですよね。うん、そうですね。ただところどころちょっと引き締めたいっていうことですね。そうですね、脱普通体型です、ね、なるほど。3ヶ月後見せてください。はい、お願いします。お願いします。はい、それではお名前お願いします。松井です。仕事は建築、はい、工務店やってます、はい、3ヶ月後どれぐらいちょっと痩せたいというか。5キロ。さっき先生イージーって言ってましたね。でも5キロがイージーじゃなかった、うん、ですよね。なんかダイエットするたんびに1キロずつ増えてったっていう。じゃ今回は頑張ります。頑張りましょう。お願いします。お願いします。ということで、あの親戚のおじさん、結婚式の。お名前は。坪井です。坪井さん、はい、お仕事は建築業やってます。はい、3ヶ月後どうなっていたいですか。今67キロなんですけど、はい、60キロになりたいかな。7キロ、はい、言いましたね、はい、よろしくお願いします。それではお名前お願いします。はい、山田と申します。はい、お仕事は。仕事はこの方建築業ですね。はい、あの住宅を作ってます。3ヶ月後どれぐらいあれします。今が身長が167センチで、はい、12キロで、はい、だいぶ多めなので、はい、昔パワーリフティングで競技やって、嘘、やってたんですよ。で、それが66キロ級で出てたので、うん、ちょっとそこまでと飛躍しすぎなので、はい、まず10キロぐらい落として、うん、66キロ級に出れるように頑張りたいかな。もう我々ちょっと恥ずかしい話、男性陣でもおっぱいの線が出てきちゃってるんですよ。そうなんですね。え、そういう男性って実際どうですか。この下のラインですね。そう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 、はい、まあ、可愛いとは思うんだけど。あ、待って、キャラによりますけどね。可愛い、思うんですけど、うん、まあ、ない方がいいかな。確かに、うん、じゃあこれからですね、まあ、今日は早速トレーニング編ということなんですけど、はいはい、あの先生にちょっと登場してもらって、はい、一人一人のトレーニングメニューや、はい、食事のメニューを考えてもらいます。はい、はい、じゃあスタートです。お願いします。お願いします。お願いします。は
さやこさんちょっと忘れてました。さやこさんの目標教えてください。私もやるんで真剣に。そっかそっか。はい、私この5年で年1キロずつ増えてってるんですよ。それを5キロ減らして、はい、脂肪を減らして筋肉を増やした。もうねスーツがねだんだんきつくなっていって体に合わせてスーツを作り変えるのが嫌なんですよ、はい、なんか自分に負けた気がして。確かに服装にねスーツどこのこうのっていう前に自分どうにかしろっていう感じなので、そこはやっぱり自分がね、うん、一番自分に厳しくやっていきたいなと思うので、はい、5キロ痩せてしっかり体引き締めたいです。わかりました、うん、ちょっと頑張りましょう。頑張ります。ということで、はい、今日のスーツ着ていただいている方が3人いらっしゃいます、はい、そうですね、はい、体引き締めてこんなスーツ着たらもっと似合うよっていうのをちょっとまずニーナさんから。ニーナちゃんは、はい、今流行りのちょっとゆったりめの、はい、そのシルエット、うん、これはありはありなんだけど、うん、でもニーナちゃん本当はもっと体のライン出してあげてもいいと思う。今これダークネイビーなんだけど、はい、カラフルな感じの色のスーツ作るんだったらそういう方がいいよね。作ってみたいですね。なんかチェックとかで可愛い感じのスーツを作ってあげたいなと思います。わかりました、はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっと坪井さんお願いします。はい、はい、これ4年ぐらいに作られたと思ってますよね。でその頃よりもボディラインがちょっと変わってきてるのかなと思います。あとは坪井さんは3ピースの方が絶対いい。へえ。がいいと思います。なるほどなるほど、わかりました。でもおしゃれですね。聞いてる顔見ようとすると首がもうパンパンなんですよ。首がパンパン。ありがとうございます。ちょっと頑張りましょう、はい、ありがとうございます。頑張りましょう。じゃあ山田さん、はい、このスーツはいつぐらい？4年ぐらい前に作ったというか、買ったんですね、これ。あ、既製品。特に合わせてなくて、なんでいろんなとこが合ってないと思います。はい、これから何キロお休みになれるんでしたっけ？マイナス10。マイナス10。マイナス10になるとお腹だいぶ引っ込むと思うので、はい、もっと素敵なスタイリッシュにシュッとした感じで着れると思います。楽しみですね。体型変化とオーダースーツ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ続きまして、はい、カメラマンの早川です。で YouTube 担当してくださってる、はい、早川さん初めて顔が出てるんですね。僕ね実はめちゃくちゃ太ってるんですよ、はいね、どのくらい？僕ね177って僕格闘技やってて、はい、試合出た時僕64キロ出てたんですよ、はいはいはい、今ね83キロあります。だいぶ増えましたね。20キロ増えました。そこそさっき山田さんがねおっぱいの線って、はい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 、僕も実はあって。あらそうですか、はい、僕体がね女っぽいんですよちょっと。あほらそうなの。あ確かにちょっと曲線多めですね。そうそうそう。ちょっと触ってもらっていいですか？あやばいでしょ腕とか、はい、あ脂肪多い。でしょやっぱり、うん、もうこれをもうやめたくて僕も参加します。10キロ目標です私は。はい、言いました。で、今日ね、着てきたんですけど、これも既製品のジャケットなんですよ。で、これがオーダースーツ作ってもらったらどうなるのか、僕もちょっとビフォーアフター見たいです。はい、作れますか？さらに素敵に着せるようなスーツちょっと作りましょう。わかりました。これがどうなるか、皆さん見ていてください。はい、見ていてください。はい、さあ、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。先生これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ジムの名前を教えてください。当店はターニングポイント名古屋本店と申します。で先生名前は？柳と申します。柳さんこれから3回、はい、30歳。はい、いい体してますねやっぱり。いえいえ全然ですよ。いや脱いだ時びっくりしました。全然ですよ。わすげえすげえすげえすごいわ。いやいや全然大したことないですよこんなの。うわすごいすごいすごい。じゃあ僕らのトレーニングメニューや食事の指導ちょっとこれからお願いします。はい、しま、はい、まず足ですね今日は。そうですね。息を、はい、息を吸います。ここで、はい、吸っ始まりましたね。降りていきます。頑張りましょうね。スクーッと降りていきます。そうです。膝の息 OK です。つま先と同じような位置にゆっくり吐きながら上げます。3ヶ月間頑張りますよ。頑張りましょう。頑張りましょう。久しぶりにやるんで。10回いきます。3人頑張ってますね。2皆さん普通の時はチャンスだよ。確かにいいこと言う黒井さん。はい、いいね。声出していきましょう。そうですそうです。先生これベンチ、これベンチプレスですね、はい、この時に必ず胸の種目で必要なのが肩甲骨を寄せるという。肩甲骨ここ手が入るぐらい、はい、あこれ今素晴らしいです。あここ今手入ってるんですね。そうです今ここ手入ります。あ本当だ。あ上手うん上手だよ。早速やっていきますよ。でじゃあここから手の幅を広げてください。ギザギザがあるところの一番端っこ、はい、そうです。ずっと離しますよ、はい、ずっしりいきます。さあやりましょうか。
あ、きついね、きついね。頑張れ。これ70、すごいすごい。じゃあ、山田さん、補助入ってもらって。頑張れ、7キロ、終わってるやん。7キロやる、痩せるんじゃないですか。サイコさんもやりますよ、頑張ってくださいね。6ラスト。お疲れっす。さあ、こっちはこっちでやっております。はい、ちょっと待って。あ、でもだいぶ重い。これ何キロ？120、140、130。足の力ってすごいですね。あ、でも意外と勢いです。いやそうやって私は。でもだって痩せるんですよね、ニーナさん。ね、何言ってるんですか。やらないといけないぞ。ね、松井さん。そうです。ね、頑張って。せーの、一。ふ。これ何キロ？140を今上げようとしています。せーの。おー、ちょっと動いた。ということで先生、はい、一人一人ちょっと、はい、トレーニングも大事ですけど、はい、やっぱ食事の管理って大事なんで、はい、今日参加者の一人一人に食事メニュー、あとこんなトレーニングしてほしいっていうアドバイスをちょっとお願いします、はいはいはい、ということでトップバッターニーナさん、はい、お願いします。はい、どうでしたトレーニングは。いや、結構きつかったですね。きつかったですか。まあこれから週にどのぐらい、理想的にはどのぐらいトレーニングしたいですか。週3、4ぐらい。ああ、もう素晴らしいですね。理想的です。で、早速ニーナさん、はい、まあ、先ほど体重をお聞きして、はい、そこからざっくりですけど栄養素ですね、はい、1日に摂取する、はい、栄養素こちらですね。はい、これが1日の減量するにあたっての目安と目標となる各栄養素、3大栄養素の摂取カロリーになってるんですよ。これがだいたい約1600ほどかな、1日カロリー、取っていいカロリーが、その内訳がこれになりますね。はい、1600キロカロリーの中の内訳まで今教えていただいて、それぞれを超えないように、そうです、かつ全体を超えないように、はい、なんとなく想像つきます。ニーナさん、これ全然 あんまり想像とか、ご飯どれぐらいなんだろうなと思ったり、ああ、そうですよね、どれぐらいなんだろうな。今すっごい便利なアプリがあって、今ご飯お茶碗食べました、一杯食べましたと、うん、そしたらそこでご飯一杯って検索すると、あ、出てくる、カロリーとか出てくるんですよ。このサイトちょっと概要欄貼っときます。あ、そう、もう絶対検索したら出てくるんで。なるほど、はい、減量はご自身での日々の計算が大事になってくるんで、はい、はい、体作りは、はい、で、女性が糖質制限おすすめなのは、男性結構脂質制限僕はおすすめするんですけど、女性はどうしても脂質を抑えると肌が乾燥したりとか、肌が荒れたりとか、もうそういうのはやっぱり女性にとって大敵なので、短期の減量であれば糖質制限もおすすめしてますね。はい、わかります、はい、ということで、ニーナさん頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあトレーニングお疲れ様でした。ありがとうございました。黒岩さんは言うことなかったですね。それも確かに3ヶ月で10キロ、はい、目標、はい、ということで、じゃあ食事メニューとトレーニング、はい、トレーニングはどれぐらい、週どれぐらいやるのがおすすめですか、黒岩さんの場合は。多分もともと多分筋肉もあると思うんです。そうですね、なので運動習慣っていうのは多分 ありますもんね。なんかそうです、ちょっと有酸素頑張ります。有酸素、OK、筋トレ自体はまあ週3ぐらい、はい、できれば、はい、はい、で合間合間に有酸素入れたり、はい、はい、でこちらが黒岩さんの食事メニュー、食事のカロリーだったりの、を考えてきました、はい、1日に約2800キロカロリーです。めっちゃ少ないですね。あ、そうなんだ。男性って1日気にしず食べるとどれぐらいいっちゃうんですか。3600とか。あ、外食ばっかりだと4000ぐらい、ね、そうですね、好きなもの。あ、はい、なるほどなるほど。ジャクルさん、いけそうですか、そのメニュー。一緒に頑張りましょう。食事、そうですね、ちょっと本当に10キロは一緒に僕も手伝ってほしいんで、はい、心が弱いんで僕も一緒です、はい、ちょっと助け合っていきましょう。はい、頑張ります。はい、じゃあお願いします、はい、ありがとうございました。ということで坪井さん、お願いします。7キロ減、トレーニングメニューはどんな、トレーニングの頻度はどれぐらいが理想ですか。坪井さんの場合は多分今まであまり運動を、筋トレとかトレーニングは、うんうん、されてこなかったので、まず習慣づけるっていうところから、うんうん、週に2回からやってって、うん、ちょっと頻度を増やしていく。で、はい、食事メニューは、食事メニューはこちらになりますね。はい、細かく出していただいております。坪井さん、坪井さんの場合は体脂肪率が目標ですね。7キロと体脂肪、はい、なのでもうとにかく筋トレをしていかないと筋肉が増えないので、うん、まあ最低限週2回筋トレをして、食事制限も今このように簡単に
1800あ、だいぶ少ないですね。そうですそうです、少ない1800。はい、ご飯が224って、はい、超少なくないですか。めっちゃ少ないです。1日でしょ。めっちゃ少ない、はい、それ痩せるでしょ。めっちゃ少ないですよ。つぶさん頑張ります。3ヶ月間一緒に頑張りましょうね。お願いします。お願いします。お疲れ様でした。3ヶ月で5キロでしたよね、はい、絶対頑張りましょう。週にどれぐらい松井さんの場合必要ですか。まず週2から始めます。筋トレで2回、週2回。なるほど、はい、それとは別で空いた時間に有酸素運動。なるほどなるほど、はいはい、ということで食事メニューです。はい、タンパク質まず1日、これ1日朝です。糖質制限のメニューなんですけど、糖質がちょっとやってみてもうこれ合わないわと思ったらこれ入れ替えちゃっていいです。そうそうそう、の、はい、カロリーも簡単に入れ替えて、うん、はい、脂質制限に変えますみたいな。現に今僕も減量中なんですよ。そうなんだ、はい、みんなよりきつい感じ。坪井さんマジでのカロリーよりもちょっと取ってるぐらいです。マジで、はい、じゃあ2000ぐらい。そう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 、 うーわ、それストレスのないんですか。あ、今全然ストレスフリーですね。マジで、それ、はい、ちなみにどうやってストレスフリーなのか、それって、はい、めちゃくちゃ食べたい欲ありますよ。うわ、マクドナルド食べたいとか、うんうん、何回も家でもうウーバーイーツの画面見るんですよ。はぁ、もうあと押すだけなんですけど、うん、ここでいや、いかないの、俺はやるんだろうと。そうそう、ここで食ったらもう何の努力やん。確かに確かに。で、なんか自分に勝てるんで。あー、はい、なるほどね。あ、だからトレーニングを結構追い込むと、はい、そのトレーニングが無駄になるって思うと確かに食べたくなくなるかもしれないですね。そうですそうです。なるほど。ということで松井さん頑張りましょう。頑張りましょう。でお疲れ様でした、はい、山田さんは何キロですか。マイナス10、72でとりあえず頑張りましょう。ということで1週間のトレーニングの頻度はどれぐらいですかね。山田さんは、昔バリバリやってたと。昔ね、そうですね。フォームも綺麗でしたので、はい、教えることも何もないと、うん、なので週4やってください。週4。まあ、まあ、筋トレも4、まあまあ、筋トレ4です。うーわー、割と筋肉痛になったら休めるって人もいれば、はい、別に休めなくても関係なくやっていいっていう人もいるんですけど、はい、筋肉痛がない部位をやりましょう。なるほど、はい、ざっくり言うと上半身下半身上半身下半身みたいな。あ、はい、頑張りましょう。ということで食事メニューお願いします。はい、じゃあこちらが山田さんのざっくりの計算のおおよその1日あたりの、摂取目標カロリーと三大栄養素の内訳ですね。はい、はい、基礎代謝って調べると、はい、1700-800とか出るんですけど、はいはいはい、プラス、そうです、そうです、1日の活用、例えばご飯を食べても、はい、消化するだけで、はい、これってカロリー消費されてるんですよ。あ、なるほど。食事誘発性熱産生っていうんですけど、うん、ということで10キロ一緒に痩せましょう、はい、頑張ります。頑張りましょう。はい、お願いします、はい、お疲れ様でした。いや、きつかった今日。マジできつかった。でもね、僕10キロ目標なんで、はい、頑張りたいと思います。頑張りましょう。僕はトレーニング、はい、どれぐらいの頻度だったらいいですか。もう早川さんはもう確実に週4です。確実に週4。はい、やっぱり、はい、できるんで、うん、はい、なるほど、はい、まあ、多少やってましたからね、はい、週4ぐらい、まあ、そうですね、必ずやりたい、はい、でプラスウォーキングして、はい、まあ、なるほどなるほど、わ、はい、かりました。イメージつきました。あ、よかったですよ。僕ちなみにうちの会社にですね、はい、社員の中に、はい、サマスタ優勝者いるんですよ。はい、でパーソナルジムやってるんで、はい、常に僕は先生がいますから。じゃあもう厳しい目で見ていただいて、はい、今年こそは。ちょっとじゃあメニュー、はい、食事メニュー、はい、これですね。はい、これです、はい、ざっくり計算させていただきました。私の1日の摂取カロリーは2347キロカロリー。あ、そうなんだ。はい、目標です。外食多いですか。外食しかしない。外食しかしない。コンビニと、もう3、4000は取ってますね。取ってんだ。はい、それを3、4000だ、3500キロカロリー取ってるのを2300キロカロリーに落とすと、はい、いうことですね。はい、OK です。じゃあ100日チャレンジ、はい、ぜひぜひ。全員で何キロすることになるんだろう。トータルで60キロ。おお、だからすごくない。成人男性1人分消える。成人男性1人分消えます。面白いね。頑張りましょう。サイコさん頑張りましょう。頑張りましょう。はい、サイコさんお願いします。はい、はい、お疲れ様でございました。トレーニングは今後モチベーションつながりました。あ、結構上がりました。上がりました。始まるんだな。あ、なるほどなるほど、はい、確かに始まりましたね。やるぞっていう感じにも、はい、ああ、よかったです、はい、よかったです。目標が何キロ痩せるでしたっけ。5キロ。5キロ痩せたいで絞って、まあ見た目をよくってことですよね。そうです、そうです。ということでトレーニング習慣は週にどれぐらいですか、サイコさんの場合は。まずは週に最低2回から、はい、
はい、始めていって、はい、まあいきなりやるときついんで、うん、徐々に慣らしていって、はい、でちょっと頻度を増やして、はい、ということでメニューは、はい、こちらですね、はい、ありがとうございます。はい、具体的に何を中心に食べればいいんですか、ね、どんな、いや本当に糖質制限なので、うん、まあ、もちろんそのお米とかは良くないですけど、うん、鶏肉ですね、鶏肉、鶏胸、鶏ささみ、鶏ささみ、はい、刺身、サーモン、刺身、マグロ、サーモン、マグロ、はい、魚の油って体にいいので、はいはい、おすすめです。わかりました。はい、米、はい、パン、はい、麺類とか、ダメってこと、ダメですね。うわということで、最後さん、はい、3ヶ月、はい、頑張りましょう。頑張ります。